EXILE 兼三代目 J、ソウル、ブラザーズ、フロム、EXILE、トライブのナオトが、独占インタビューに応じた。グループとしての活動はもちろん、その枠を飛び越え、ドラマ、映画、バラエティにと、個人活動にも意欲的なナオト。中でも、俳優業については、EXILE 加入前より、劇団 EXILE で経験を積み、近年は、ドラマ、ラストシンデレラ、映画、桜作に出演するなど、積極的な活動を行っている。2月7日には、メインキャストとして出演した映画、マンゴーと赤い車椅子が公開となった。同作は、生きるとは何かを投げかける一人の女性の奮闘と再生の物語。ナオトは、事故による脊髄損傷で歩けなくなってしまった主人公、綾香、秋元さやかに身をもって生きる意味を教えていく車椅子の青年、翔太を演じる。撮影では、役作りのために体重を7キログラム落とし、翔太になりきった。断食を6日くらいしました。いわゆるファスティングですね。病気の役だったので、徐々に健康的に痩せるっていうよりも、げっそりと急激に痩せようと思って、そういう落とし方をしましたね。結構普段鍛えてるんで、その筋肉がぎゅっと浮き彫りに出てきて、ボクサーの体みたいになりました。イメージ通りと言うべきか、やはりストイックだ。自身をしっかり予習しないとダメなタイプと表現し、作品に入る前には事前準備を怠らない。期間中はもちろん、撮影前から普段の生活もちょっと変えて役に持っていきます。映画の中では初のバンドボーカルにも挑戦しており、ロックバンドのボーカルだったので、普段はヒップホップなのに、期間中は家とか移動中もロックばっかり聴いていました。あと、服装とかも徐々にロックになっていった、わら。役に影響を受けながら、その人物に近づいていく。そうすると、取ってつけた感がないのかなって思うんです。そういった役作りの結果、照れとか恥ずかしさとかっていうのもなくて、歌うシーンでも緊張はあんまりしなかったと語る。映画では、秋元とのラブシーンも描かれているが、それも同じで、白いシーツに包まれたベッドで撮影したんですが、その時も役に入り込んでいたので緊張しなかったんですよねと、やはり翔太そのものだった。同作では、あと一歩を踏み出すまでの勇気を描き出している。そのメッセージに感銘を受けた彼は、過去の自分を重ね合わせ、今考えてみれば、ダンスの世界に自分が飛び込んでいくっていうのは、すごく勇気のいることだったなと思います。だから、一歩踏み出す前に、考えたりとか言い出せなかったりしましたと、解雇した。そして、あと一歩を踏み出す勇気となったのは、自らが作り出した環境だったと明かした。ダンスでやっていきたいっていうのは、高校3年生の頃に、三者面談で親に言いました。その時に言えた理由としては、自分の夢を言わざるを得ない状況だったっていうのが一番大きいですね。そういう方向に追い込まれていたというか。でも、そうやって何かをせざるを得ない状況を作っていくってことは、夢を叶えるためにはすごく大事だと思います。結果的に、彼は、今いる世界で夢をつかんだ。その経験を踏まえた上で送るメッセージ箱だ。大事なことは、思い続けることと、行動し続けることの二つ。どっちかでは足りない。でも、行動っていうのは、思いがないと映らないと思うんです。だからこそ、思い続けることは、大前提にあって、それを行動に移していく。もう一つ言うのなら、それを行動だけじゃなくて、言動にしていくっていうのもいいですよね。人に説明したことによって、自分自身でも理解が深まるし、誰にでもいいんです。話してみてください。積極的に役者業に取り組む一方で、今年は、EXILE、
三代目 J、ソウル、ブラザーズの各グループでの活動も昨年以上に活発化する。その上で、2015年は、グループとしてのスタートの年だという。エグザイルは、第4章が始まって、初めてのドームツアーがあるので、もう一回挑戦者になって、一歩踏み出す努力を全員でしていかなければいけないなと思っています。三代目としては、昨年レコード大賞も得らせていただいて、次のステージに行かなきゃいけない時が来ているのかなと。それで、ちょうど、タイミングよく、初めてのドームツアーがあるんですよ。レコード大賞っていう、自分たちにとっての一つ夢が叶ったからこそ、さらに、そこから、新しいステージに足を踏み入れなくてはならない。それがドームツアーですね。どんなスタートを切るかは、すごく大事だと思うので、いいスタートダッシュを切れるようにしたいです。エグザイルとして先頭を走り続け、三代目 J、ソウル、ブラザーズとして快進撃を続ける。それでも冷静さを失わない。それは、誰にだってできることではないはずだ。もしもそれができているとしたら、絶対ヒロさんをはじめとするエグザイルのオリジナルメンバーに影響を受けているからです。ヒロさんには、すごく勉強させてもらっています。自分で言うのもおこがましいんですけど、出会ったことで変わったのかなとも思います。ヒロさんって、ずっと第一線で活躍されて、今は事務所の社長でもあって、グループのリーダーでもあるのに、どこまでも謙虚。でも、その謙虚なスタンスを貫くことがかっこいいということをヒロさんを見ていて初めて知った。言葉で説明されなくても、一緒にいるだけで、自分も男としてそうでありたいって思わせてくれるんです。大きな背中を追いかけながら、自然と変わっていった自分を受け止め、ナオトは、また、新たな一歩を踏み出していく。グループの一員として、一役者として、その背中は、誰かの目標となる、エグザイル兼三代目 J、ソウル、ブラザーズ、フロム、エグザイル、トライブのナオトが、独占インタビューに応じた。グループとしての活動はもちろん、その枠を飛び越え、ドラマ、映画、バラエティにと、個人活動にも意欲的なナオト。中でも、俳優業については、エグザイル加入前より、劇団エグザイルで経験を積み、近年は、ドラマ、ラストシンデレラ、映画、桜作に出演するなど、積極的な活動を行っている。2月7日には、メインキャストとして出演した映画、マンゴーと赤い車椅子が公開となった。同作は、生きるとは何かを投げかける一人の女性の奮闘と再生の物語。ナオトは、事故による脊髄損傷で歩けなくなってしまった主人公、秋元さやかに身をもって生きる意味を教えていく車椅子の青年、翔太を演じる。撮影では、役作りのために、体重を 7kg 落とし、翔太になりきった。断食を6日くらいしました。いわゆるファスティングですね。病気の役だったので、徐々に健康的に痩せるっていうよりも、げっそりと急激に痩せようと思って、そういう落とし方をしましたね。結構普段鍛えてるんで、その筋肉が、ぎゅっと浮き彫りに出てきて、ボクサーの体みたいになりました。イメージ通りと言うべきか、やはりストイックだ。自身を、しっかり予習しないと、ダメなタイプと表現し、作品に入る前には、事前準備を怠らない。期間中はもちろん、撮影前から、普段の生活もちょっと変えて、役に持っていきます。映画の中では、初のバンドボーカルにも挑戦しており、ロックバンドのボーカルだったので、普段はヒップホップなのに、期間中は、家とか移動中もロックばっかり聴いていました。あと、服装とかも徐々にロックになっていった、わら。役に影響を受けながら、その人物に近づいていく。そうすると、取ってつけた感がないのかなって思うんです。そういった役作りの結果、
照れとか恥ずかしさとかっていうのもなくて、歌うシーンでも緊張はあんまりしなかったと語る。映画では、秋元とのラブシーンも描かれているが、それも同じで、白いシーツに包まれたベッドで撮影したんですが、その時も役に入り込んでいたので緊張しなかったんですよねと、やはり翔太そのものだった。同作では、あと一歩を踏み出すまでの勇気を描き出している。そのメッセージに感銘を受けた彼は、過去の自分を重ね合わせ、今考えてみれば、ダンスの世界に自分が飛び込んでいくっていうのは、すごく勇気のいることだったなと思います。だから、一歩